もうこう映り込んでくる勢いでも海藤さん後ろから追い上げてくから、ほらデートのところにも消えてんもん。って何やるよだって。あ、なんか紫の敵いるね。なんか多分これ強いやつだね。これ本当何もやれないんだよな。いや、じゃあもう今度のデートに備えて、じゃあルマルシで何か買っていくか。できるよ、ね、このぐらいしかできないもんね。いらっしゃいませ。107万か。じゃあ7万ぐらい使ってもいいな、うん、7万7万ってなかなか微妙だぞ。トゥインクルハートリング、トゥインクルハ、あ、これだったら3万5千円だから、これ2つ買っていくかな、うん、クロちゃんじゃないけど同じ指輪2つ買っていこう、うん、はい、これで、うん、して別々の女性にあげればいいんだよね、うん、ありがとうございました。同じものを使い回してるわけじゃないですからね。あ、カイトさんすごい勢いできて、もう終わったよもう、はい、ついついストーリー、あ、来た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 、はい、来たよ。もしもし。松金組の東だ。ああ、おやさんどうだった、会えそうか。田村菊の屋って料亭がある、町からちょっと外れた隠れ家だよ、うん、そこにタクシーで行け。親父はもう行ってる。田村菊の屋だな。あんまり親父を待たせんなよ、うん、はい、よかった。どうなんだろうな、バトルなんのかな。でも大して減ってねえからいいや、このまま行っちゃおう。はい、それでは出発。おやすさんとも久しぶりに会うね。あ、料亭みたいなことだ。あ、東も来てくる。おやじ、お見えになりました。ああ。どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、カイトは組やめて以来か。はい。おやさん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは、その前に乾杯くらいしようじゃねえかな。確かに知らないんじゃないの。どうぞ。いい店だなここ。お前らと久々の酒だからな。なあターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって。羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は。俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。まあやっぱそんなことだと思っただよ。ああ、親父はめたな、組のためか。親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。え？だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。
親父。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるならこの頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやっさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東。はい。腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。東がやるしかねえよな。でもバカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ、うん、やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。東か。まさかの東か。あ、入るか。お、結構多かったぞ。はい、東。いい加減にしろ。さてと、ここは東以外をまず蹴散らすという戦法でいつもの。あ、水の中に入っちゃってる。あ、よし。結構いるな。だいぶ片付いてきたな、はい、よし、大ダメージ与えて、よし行こう。あ、ここダメだ。ここダメだ。さこい。ちょっと2人でツープラトンかましたいな。あ、来るか。素手だな今度は。ちょっと待てよ、三角飛びができないな。ちょっとこう 上上がろう。お、ちょっと待てなんか、あ、くそ、今いいチャンスだったのに。あ、これできるな。よし、よし行こう。あ、違う。
あれ、やばやばやば、これだけは食らっちゃダメだ。来た、あ違う、同じのにしてた。同じのあんまり効かねえんだよ、ヒートは。ちょ、ま、待て待て、あぶねあぶね、よしすぐ回復だ。よし、水剣で片付けか。いや、それもなんか卑怯な気もするから、ちょっとまずはこの辺で。弁当もっと仕入れてこんのダメだな、もう。あとこれか、ヘルシー弁当で。はい、おお、ちょっと、ほとんど何もせずにカイトさんに頼ってる。ちょっとこれ浮き攻撃きついな、もう何もできなくなる。もう終わり見てきたな。よし、 OK、 カイトさんのおかげで助かったな。大したもんだな、お前ら。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえか、ターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ、クソガキ。20年前、うん、まだ終わってねえぞ。あ、カイトさんと。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれ。若いの、若いの。おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか、少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。気がってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ、分かったら口聞いてんじゃねえ。分かるんだよ俺には。若え頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目で分かる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。
もしお前にその気があるなら、今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。20年前ね、年取ったってね、今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのは、羽村が抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ、羽村は殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな、ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのに、ろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことはねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで、奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。まあ決別したっていうことだよね。今のお世話になりましたっていうことはね。プロの殺し屋か。してさらにその奥に得体の知れない何かがいるということだよね。なんだろうね。戻ってきた。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。え、そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。盗聴。確かに松金組の事務所を盗聴すりゃ羽村の居場所もわかるかもしれないけど。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって。どうやって。あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。窃盗団。ああ、なるほど。
杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。盗聴器、確かに失敗はできない。性能のいい盗聴器を手に入れたね。はい、つくもでしょうね。うん、すぐそれがピンときたね。はい、ネットカフェに行くってこと。ん？誰からか。またキムさんかよ。この人も空気読まないね、もうね。まあ、向こうはこっちの状況どうか知らないで送ってるからしょうがないんだけどね。来ちゃったね。まあ、というわけでね、はい。そっか、まあ、これで今のことでもうおやすさんとは、ね、今までお世話になったということで、まあね、離れたっていうことでしょうね。もう、おやすさん自体も、もう、ハムラがいないと、ね、ただの、お飾りの対象ってことでしょうからね。はい。まあ、なんとかね、うん。体力もさほど、うん。そんなピンチになることもなく終わりましたね。はい、まあ、東ってことで、うん、大丈夫でしたけど。はい。じゃ、まあ、ということで、エキストリー、キリがいいんでね、この辺で、終了したいと思います。はい。じゃあ、盗聴器を、つくも情報で、なんとか手に入れるところから、次回はスタートして、まあ、実況外でもちょっとね、ちょこちょこと、ポイント集め。ポイント今どれだけ溜まってるの？ポイント。まだ1万1000あるか。じゃあ、何かやっても、これどこやってもいいんだけどね。これダメなの？あ、攻撃力アップ2。あ、ボディーバーン先にやらないとダメなの？これ。あ、これやらないとダメなのか。スウェイでキャンセルできる。まあ、これやっとかないとダメなんだね、じゃあ。はい。攻撃力アップのためにね。はい。そうするとこれができるようになるのか。あ、モードだよ。一戦限定ボディバーン 3まで上げないとダメなの？あ、これか。あ、結構ポイントいるぞ、じゃあ。これやって、はい。一戦でチャージ攻撃に必要なため時間が短くなる。ああ、はい。5000までになっちゃいましたね。じゃあもっとやんないといけないんですね。はい。わかりました。じゃあというわけで本日はこの辺で終了です。はい。じゃあ次回もお願いします。さよなら。